振袖は、身頃と袖との縫い付け部分を少なくして、振を作った袖を持つ着物である。現代では、若い女性の黒留袖や色留袖、訪問着に相当する格式の礼装である。成人式、結婚式の花嫁衣装、参列者双方で着用される機会が多い。1915年頃の振袖姿。左は5つ、紋振袖は、現代では、若い未婚の女性が着用するものとみなされる場合が多いが、本来は着用者が未婚か既婚かが問題ではなく、若い女性用の和服であった。それゆえ、一定以上の年齢になると、一般的には着用しない。振とは、新八つ口とも呼ばれ、身頃側の袖端のうち縫い合わされていない開口部のことを指す。袖部分の腕を入れる方向に対して、垂直方向の長さを袖丈というが、現代の振袖の特徴は、振があり、なおかつ、袖丈が長いことである。振袖は、袖丈の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖に分類される。現代では最も袖丈の短い小振袖はほとんど着用されず、もっぱら、大振袖と中、振袖が用いられるが、格式がある、柄行きならば、小振袖でも中振袖でも第一礼装となり、一般的な大振袖よりも格が落ちるわけではない。今日の成人式に着用される振袖は、ほとんどが大振袖である。伝統的な模様の置き方としては、総模様と裾模様とがある。総模様は、伊達模様、担ぎ模様とも言う。裾模様のうち、振袖高裾模様は、奥身が最も高く、ついで前身頃、後身頃と7、5、3の割合で低くなるように裾模様を置き、さらに袖にも同じ模様を袖口の方から振に向かって低くなるように置く形式である。これに肩から胸にかけて模様を置く、島原模様を加えて、さらに華やかにしたものもある。現代ではこの形式にとらわれず自由に模様を置くことが多い。現在では洋服の普及に伴い、振袖を含む和服の需要が減少し、それを普段着として身にまとうことはほとんどない。振袖が着用されるのは成人式や753、小学校、大学の卒業式、式典といった特別な冠婚葬祭の場のみである。着付け教室や呉服店が振袖の販売、貸し出しを行う。また、家庭にて母や祖母が若き頃に着用した振袖を娘、孫娘へと譲り渡すことも少なくない。江戸時代の振袖の元になったのは、新八つ口の開いた子供用の小袖である。稚児大師図などに見られるように、子供の小袖は、中世の時代は体温を逃がすために振やつ口を開けていた。それに対し、大人の小袖は、たもとが短いのが古くからの形であった。振袖は、男女ともに着用され、振袖火事の原因と伝えられる紫ちりめんの振袖も少女が意中の和歌手の衣装を移して着用したものと言われており、色柄や構造に男女差がほとんどなかったことが伺える。井原西鶴の西鶴族つれづれによれば、振袖は通常男子は17歳の春、女子は結婚の有無にかかわらず19歳の秋に袖を短くするとともに脇を塞いだとある。現在振袖と呼ばれている和服が発生した時期は江戸時代である。江戸時代前期に若い女性が着る正装の和服の袖丈が徐々に長くなっていった。元禄時代には袖丈は55センチメートルから95センチメートルくらいだったのが、江戸末期には袖丈は95センチメートルから122センチメートルくらいになったと言われる。袖丈が長くなった原因。理由については諸説がある。一説には世の中が安定期に入るにつれ文化に対する民衆の関心が高まり、娘に舞踊を習わせる習慣が生まれたが、その際に身振りを美しく見せるために袖を長大化させていったという。その後女性の衣装としてのみ発展し、関所を通る際は未婚女性は振袖を着用しないと通過ができないなど、未婚女性といえば、振袖を着用するものという認識が広まった。関所の近くには大抵貸し振袖屋があったという。やがて未婚女性が振袖の袖を振ることが求愛の意思表示として使われるようになる。思いを伝えたいときもしくは求愛された場合、振袖の長い袖を前後に振ると嫌い、左右に振ると好きという風に若い女性が言葉で伝えられない恥じらいのある恋の仕草である。これらは江戸時代の文献、金蔵史や公職一代男などの一節に見られることから、現代の恋愛事情における、振った、振られたの語源は、振袖とされている。1889年の結婚写真。新婦は、黒の引き振袖を着ている1938年の結婚写真。新婦は、金襴の引き振袖を着ている婚礼に用いられる、打ち掛けのように裾を引いて着用する振袖を、引き振袖という。お引きずりとも呼ばれる。元は、江戸時代、武家階級の女子が婚礼に用い、明治時代から昭和時代初め頃には、富裕な商人層の花嫁衣装として一般的であった。中でも黒地の引き振袖が最も格が高いとされ、神前式の挙式でも着用できるのは黒地のもののみとなる。その他の色を地色に用いた振袖は、披露宴などでの着用が推奨される。ねずみ色や紫色は、忌み色として地色には用いないとされていたが、近年はこの限りではない。基本的に裾に綿を入れて仕立てた染めの着物に織の帯を合わせる。一般的な振袖をお引きずりとして活用するには、綿入れなどの仕立てが必要になる場合がある。また神前挙式では角隠しを合わせるのが正式とされる。21世紀においては、白無垢や、色打ち掛けなどに次ぐ格の高い和装花嫁衣装として人気を集め、伝統的スタイルの他に、洋髪やヘッドドレスとのコーディネートが提唱され流行している。ありがとうございます。